今回はジュネス1と2から久慈駅周辺をご紹介します。物件と物件の間には石材店の展示場があります。観音様が目印になっています。それでは物件から右手側、駅とは反対方向に進んでいきます。少し進むと右手にクリニックの入ったマンションがあります。内科、小児科、歯医者、整形外科が揃っています。さらに進んでいくと鍼灸マッサージセンターと家系ラーメンのお店が並んでいます。それでは戻って駅の方へ向かっていきます。物件を出てすぐ左には接骨院があります。久慈駅前の交差点にやってきました。道路の反対側にはセブンイレブンとベンガベンガというスーパーがあります。その先にも店が並んでいて、久慈駅周辺の動画でご紹介していますので、ぜひご覧ください。左側には JA の直売所があります。道なりに進んでいきます。少し進むとスーパーパルケがあります。物件から一番近いスーパーはこちらになるかと思います。スーパーの2階には内科クリニックが入っています。道なりに進んで反対側には東州中華料理屋さんがあります。この辺り道は狭いですが、飲食店やドラッグストアなど揃っています。詳しくは久慈駅周辺動画をぜひご覧ください。ということで久慈駅に到着です。お問い合わせはアーバン企画開発賃貸ショップまでお待ちしております。